今回は本日3月25日発売されたスヌーピーの雑誌付録、めちゃくちゃいいものを発見しましたので紹介していきたいと思います。こちらはね、発売される 1,2 ヶ月前からね結構話題になっていた気がします。フォロワーさんの中でもめちゃくちゃ予約しましたとか、もう注文してますっていうお声をたくさん聞いていました。待ちに待ったこちら、お値段は税込み1990円となっております。スヌーピーデザインのコーヒーミルと、なんとカンカンがついて1990円なので、結構お得感があるように思います。コーヒー好きの方だったらね、めちゃくちゃおすすめ。私的にはインテリアとしても映えるので、そこで買いました。待ちに待ったという感じなんですけども、梱包もめちゃくちゃしっかりしてましたね。こんな感じで型に入ってて、さらにプチプチで包まれている感じなので、雑誌付録なんですけど結構しっかりした梱包だなと思いました。今までの雑誌付録の中でもめちゃくちゃ分厚くてすごいなと思いました。こんなに豪華な雑誌付録なかなかないんじゃないかなと思ったりしました。しかも結構本格的なコーヒーミルで、デザインがスヌーピーなのが嬉しいですよね。じゃじゃん、ちょっとずつ現れております。コーヒードリップはここと大きく書いてくれてますね。破損しないように気をつけてくださいねということみたいです。あんまりよくわかってない自分にはめちゃくちゃありがたいなと思いました。デザインも大人っぽくて可愛い。あとカンカンがついてきてるんですけども、こちらのカンカンのデザインもめちゃくちゃ可愛いですよね。すごいタイプです。こちらのカンカンなんですけど、なんと豆をこの中に入れて持ち運べるよっていうためのカンカンみたいです。このコーヒーミル自体もそこまで大きすぎないので、このコーヒーミルと豆をここのカンカンに入れて持ち歩くことで、アウトドアでもコーヒーを楽しめるという感じですね。すごい。どっちも可愛いので、アウトドアで使ってもめちゃくちゃ映えそうだなと思いました。これは外で使ってみたいなと思いました。ぜひね、コーヒーに詳しい方、美味しいコーヒー豆とかあったら教えてほしいです。あとね、ちょっとこれの紙にも結構詳しく書いてくれてるんですけど、調べてみると割と本格的なコーヒーミルみたいで、豆を挽く刃がセラミックだったり、調節つまみで粗さを調節できるっていうことで、それはめちゃくちゃありがたいですよね。それから使った後に分解清掃できるみたいです。コーヒーは豆を挽いて飲んだりする機会があまりないんですが、この機会にやってみたいなと思いました。結構豆挽いてコーヒー飲むよっていう方がいらっしゃいましたら、ぜひねコメント欄でいろいろ教えてください。ここをパコッと開けると豆を入れることができるみたいです。これは使うのが楽しみですね。豆入れすぎ注意とか、硬いのは注意とか書いてあったんですけど、コーヒーミルって普通どれぐらいの大きさなんでしょう。これでも全然いける感じなんでしょうか。わからないことだらけなんですが、ちょっと勉強してみようと思いました。あと雑誌の中にはピーナッツの特集ページがありまして、スヌーピーのコーヒーにまつわるグッズがたくさん載ってあったりとか、ミュージアムの情報が載ってあったりしたので、普通に雑誌を読むのもめちゃくちゃ楽しかったです。あとカンカン裏側は無地になっていました。このねコーヒーの粉も入るかなと思ったんですけど、ギリギリ高さが足りなかったので、やっぱり豆を買って入れようと思いました。コーヒーミルのところもね、コーヒーの豆を粉状にして、やっとスヌーピーの模様が綺麗に見えるっていう感じなので、早く使ってみたいなっていう気持ちもあります。ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。もう買ったよっていう方もたくさんいらっしゃるかなと思うんですけど、ぜひ参考にしてみてください。本日も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。この動画が良かったなと思ってくださった方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。これは雑誌付録会の中でもなかなかいいグッズだったなと思いました。ではまた次の動画で。じゃあね、バイ。